はいはい、こんにちは、アリアです。ドラゴンクエストをビルダーつつ続きやっていきましょう。畑のね、収穫50個中50個達成いたしましたと。これでミッションクリアですね。ついに小麦を50個収穫できましたね。小麦は島の恵みの証。かつてモンゾーラでは小麦を使って様々なお料理を作られたらしいです。うんうん、体重が、おお、眩しい。の丸い体重が立派に成長しましたね。3つのお題を見事に達成したな。お前たちが畑を作り作物を育てたことで大地に恵みが生まれ、大地に力を与えたのだ。そして胎児ができれば胎児の力が畑を守ってくれるであろう。そうやって胎児と島の作物はお互いに助け合ってきたんですね。その通り、一つ賢くなったようではないか。お前は何者なんだ。では思い残すこともなかろう。お前たちのものづくりはここまでだ。なんちゃって。胎児を育てるためのお題にはまだ続きがある。おお、あるんですね。馬車馬のように働いてもらうぞ。あ、また3つなんだ。あ、違ったわ。クックッ、ビルダーよ。胎児を育てる次のあるお題に挑む前により大きな力をつけるがいい。住民の願いを聞いて物を作る。そして物作りのかけらが集まったらビルダーの鐘を鳴らすのだ。胎児を育てる次のお題はお前の成長と物作りを見届けから教えてやろう。あー、もうちょっとやると。でもこれでレベルアップはできるんですよね。住民が素早く耕せるようになった。おお、素早く水まきができるようになった。どこからともなく怪しい集団が、新しい仲間がやってきた。たくさんのレシピ。おお、あ、布の床なんだ。のれん扉、のれん扉、へえ、すごい。ほう、ビルダーの鐘の力で全員のものづくり力が上がったんだな。壁掛けタオルに布袋、小麦袋をひらめいたのか。うん、やりましたね。この調子で作れるものや仲間を増やしてもっと素敵な農園を作っていきましょう。話しかけてください。はい、あれ、まあ、あなたたち、こんなとこ何やってるんだ？何やってるだ？ああ、あんれ、あんた、ビルダーなんて、あの島に絶望さをもたらしたっていう、言いにくいな。畑で物を作るなんて、ハーゴン様の教えに逆ることだ。オイラたち認めらんねえぞ。だけど、あの畑場見てると無性に耕したくなる。水場巻きたくなってくるべ。読みにくいべ。恐ろしい人種だ。けんど、こっそり畑を耕してもらう。おー、モンゾーラの農民たちは仲間に加わった。おー、おー、ドワハハ、素晴らしい。お主が鳴らしてくれた鐘の力で我が輩たちもビルダーとして成長できたぞ。つぶさにビルダーの働きを見てきたが、物を作り家を建て自分や人々の願いを形にしていくのがビルダーのようだな。うん、そして集めた物作りのかけらで鐘を鳴らしビルダーとして成長していく。素晴らしい。
これからもみんなのビルダーとして我が輩たちを導き農園を発展させてくれ。ん？なんだこの気配は。なになになに？敵が攻めてくるぞ。そうなの？あ、そういう？うん、よいしょ。ああ、あたりが怪しい雰囲気に。魔物どもの軍勢は迫ってきてるみたいだ。金の力に引き寄せられたのかわからないが、結構な数みたいだぜ。おお。準備 OK だ。おお、ベビーサタンがいっぱい。おお、早いね。やっぱ戦士は強いな。モテ人数ではあんまり美味しくない。はい。あ、船長がいっぱいだ。まずは魔法使いを倒すのが大事ですね。でかい。そんなでかいの。はい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 。ウホ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 ウ。おお、おお、回転気味だ。ちゃんとみんな避けてるわ。HP 減ったな。バトルコンプリテッド。お前たちだ、大事ないか。おお、おい、今攻めてきたのはハーゴン教団の連中だな。貴様が呼び寄せがあったのか。いや、やっぱり体重が大きくなったから教えに背いて俺たちを消そうとして。違うと思います。副総督さんはずっと一緒にいたいんです。魔物を呼び寄せられるわけありません。それに次のお題をこなさないと退治は完成しないと言ったのは副総督さんです。うん、そうだね。こんなことしないですね。チャコと申したな。お前はなぜ農園作りに必死になるのだ。それが夢だからです。まあ、やったね。夢か。ああ、次なる大樹のお題は明日にして今日はお休みしましょう。いいですね、お休みしましょう。私今夜は小麦を首に巻きつつキャベツを抱いて寝ます。え、いや、いいです。めぐみの大樹か。完成はまだらしいが、チンケの木はよくここまででかくなったな。これもお前のものづくりの力だ。それにしても、うん、ハーゴン教団ってのは一体何なんだ。そもそも大神官ハーゴンはロトの勇者に倒されたはずだと。どうやら謎が多い島みたいだが、それな。俺が一番不思議なのは、島の連中がビルダーのことを絶望を振りまく存在だって言ってってやがったことだ。おい、お前たち朝から何を無駄話しておる。次なる話題を教えよう。さあ、わしのところに来るのだ。ウィスビルだよ。あのチャコという女子のことどう思う。え、可愛いかって言われたらまあ波ですかね。あ、いつも前向きで何があっても諦めぬ姿。わしの破壊の意志をそぐものがある。わしの破壊の意志、あー。
さて、あやつのためにも次なのお題を教えよう。みんなのもの集まるがよい。ああ、ひそひそ話だったんだ今。とその前にだ、この地に教団が攻めてきたことを一言詫びさせてくれ。ほん、あやつらが攻めてきたのはわしの地ではない。ここにわしがいるのはあくまで秘密なの。空を見てください。うわーすごい花粉。ん？おお、ババンゴミだ。あ、お家の中にできちゃった。この空、ババンゴの実が、なんでもってなんすかこの風は。なんでしょうね。これどうやらこれは鎖風のようだが、ここしばらく吹いていなかったのだわ。鎖風が吹くことでババンゴの実が現れる。この風こそ島の土を腐らせる元凶なのだ。へー、風を放っておいたら畑が全部ダメになるってことか。まあまた耕してもらえばいいんちゃう。奴らは空気を取り込み呼吸をしてる。そして吐き出す悪しき気が空気を汚し島の土を腐らせる。それなら身と空気を切り離せば呼吸が止まって身が壊れるんじゃん。風の元を立つことは今はできぬだろう。だがビルダーのあるやなら、あ、俺か。俺なら身を壊し風を抑え込めるかもしれるな。そっか、ブロックで身を閉じ込めれば空気を遮断できるはずです。あ、すごいプープーしてる。泥の方がね、なんか遮断できそうで。おお、壊れた。すごいすごい。なんか落としたよ。小麦の種。これで最後かなと。塞ぐのはね、ここだけでよかったね。周りじゃなくて。ほい。壊れた。身を全部壊すんですね。すごいです。これでこの風もどうにかなるといいんですが。副総督さんに教えましょう。君何者なんですかね。ぬう、ババンゴの実を全て壊したのか。これで、あるいは空を見てください。鎖風ってのが晴れたみたいだぜ。うおぉ、よくぞよくやってくれた。これで農園が腐らずに済んだぞ。よくやった。お前のビルダーの力、なかなか素晴らしかったぞ。我々ハーゴン教団は恵みの大地と島の大地を完全に破壊し、島に二度と実りが生まれるようにした。島の人間にも一切のものづくりを禁止し、我々と共にさらなる破壊を行わせたのだ。おう、破壊の権化たるわしはそれが当たり前だと思っていたが、あの胎児の和気を見た時、死んだはずの大地に命が宿るのを感じわしは驚いた。そして胎児の和気やものづくりを見てわしは考えてしまったのだ。そうか、それで貴様は気が変わったと言ったんだな。わしの知識を貸してやる。和はぎを育てあげ、わしにもっと力を見せてくれ。ビルダーよ、
胎児は完成する前にまた鎖数が増えたら同じ方法で身を壊し脳を守るが良いぞ。まだあるんですね。それで胎児を育てる次でのお題ってやつはどうなった？そうだったな。次でのお題を教えよう。心して聞くがよい。その2、5種の作物の種を植えるべし。250種類の種を植え250マス分の畑を作るのだ。おお、種の種類がまだ足りぬようならモンゾーラの島中を巡って探すがよい。キャベツと小麦はすでにあるからあと3種の種が必要か。仲間との種探しが当面の目標となろう。何？ここまで一緒にやってきたんだ。正式に村の仲間になれたと。ああ、歓迎ね。調子に乗れてない。このわしがビルダーの仲間になれたと。今までの話は全てなしだ。なんちゃって、出た。仲間であれば副総督などと呼ぶ必要はない。我が名はマギール。お前たちにはマギールさんとでも呼ぶがよい。なんならマギーちゃんでもいいの？マギールちゃんでもいいんだぞ。おお、マギールちゃんですね。わかりました。だから名前のところがね、隠されてたんだね。はい、マギールちゃんが仲間になってくださるなんてとっても心強いです。この島にはその昔、農園の発展を祝う収穫祭があったそうです。胎児が育ったら収穫祭を開きましょう。楽しみだね。その谷も新しい種探しです。やるぞ。えいえいおー。いきますか。と言いたいがやることが多すぎる。おう、かわいい犬が来た。というところでここまでにいたしましょう。お疲れ様でした。わーい、ご飯。ちょっと僕もご飯食べようかな。それじゃ次回はこの犬に話しかけるところから始めていこうと思います。じゃあ、お疲れ様でした。バイバイ。